霊夢さん今回の期待なのですが。小生さん近接武装を一切持っていないところが潔いよね。そしてアニメ本編においてはナンバーワンの撃墜数を誇った機体ですね。そして三隻同盟に組み込まれた運命を持った機体でもあるよね。はい、それでは皆さん。ゆっくりしていてね。それでは早速今回の機体についてお話ししていきたいと思うのですが、火力を極限まで追求したガンダムとは。バスターガンダムは極限まで射撃に特化した機体であり、遠方から別のガンダムを援護する目的で開発されましたね。バスターガンダム短期でミサイル、狙撃、散弾までこなせる、まさに遠距離戦のエキスパートなんだよね。特にバスターは対艦隊戦は本気の独壇場で、実際にアニメ本編において多数の艦隊を葬り去っているのですね。バスターガンダムに限らず5機の G はデータ取りのための試作機で、本来そのまま実戦投入するものではありませんでした。バスターの役目は独自のジェネレーターを備えた耐火力遠距離兵器のテストなので、本体からエネルギーを供給する近接武器など不必要だったのです。白兵専用装備が一切ない潔さが好き。バスターに白兵専用兵器がないのは、バスターが純レンタル試作兵器であるからですね。そして連携を想定した MS ですね。イージスが前衛で降乱しつつ指揮を取って、デュエルが突撃、バスターが後方援護、ブリッツが奇襲、そしてストライクは作戦に応じて完走して投入、このような感じです。バスターの場合、前衛にどんな MS、 そしてどんなパイロットが乗るかによってその運命が決まってしまうところがある。間違いないですね。そこはある種受け身なのは否めません。遠距離といえば、遠距離戦ではランチャーストライクとどっちがいいのかな。おそらくですが、一点に対しての瞬間火力ならランチャーストライクなのではないでしょうか。遠距離戦と一言に言っても条件によって様々ですから、総合的には多分バスターの方が働けるだろうという感じだと思います。ところでバスターってガンダム系の中で一番好きって人多いんじゃないかな。どうだろう。私はガンダム系統の中でもかなり上位に来るくらい好きですね。やっぱりあの外見が印象深くて。単純にかっこいいよね。近づかれたらなすすべなしの機体です。近接装備も一切ありませんが、メイン武装は耐火力のビーム兵器ですが、肝心のエネルギーが、それでもやっぱり魅力的ですね。もしバスターにビームサーベルとシールドがあったら、劇中での活躍はどのように変わっていたと思う？連合シールドならその気になればモテそうな気はするんですけどね。ただどの大きさのシールドであれ、シード世界のシールドって宇宙世紀の陸ガンダムもしくはジム盾みたいな両腕に武装を持っても邪魔しないという小型盾というのはおそらくないので、連結砲を構えると非常に邪魔になり、撃とうとするときには結局捨てることになり、結果デッドウェイトな気がします。せいぜいデッドウェイトにならないのは後の時代に出たビームシールドくらいですが、あれはおそらく核エンジンを積まないと使えない代物でしょうから、電池オンリーのバスターには非常に荷が重そうですし、ビームサーベルに関しては簡易型のバスターだがには両腕にオプション装備として付いているので、付ける価値は十分あると思います。何より格闘戦に対応できるようになるのは結構な強みですからね。発展型のブエルでも格闘戦も対応できるようにと実体のナイフがついたほどですしね。なので結果シールドはつけても無意味、もしくはつけられないビームサーベルは近接にも対応可能になって、ディアッカの出番が増えると思います。これは別の人の意見だけど、左右に重たい銃を持って走り回ってるわけですから、変一方にシールドをつけたらバランスが悪くなるだけなので、両方につける必要があります。また両手のライフルを邪魔しては無意味ですから、手で構えるタイプは使えません。結果的に小型のものを作って肩につける、後のザクゴーリアのようにということになりますね。サーベル自体は自衛のために邪魔にならないところに装備する価値はあるでしょうが、根本的に長距離射撃機ですから、そもそもシールドやサーベルを装備しても使う場面がほとんどありません。
結果的には、デッドウェイト、ただの重しになることがほとんどで、乱戦の最中に死にやすくなるだけですね。というわけで、活躍が増えるどころか夜勤で死んでしまう可能性が高いです。かなり興味深い内容でしたね。そもそもバスターは地球に降下してバルトフェルド隊に編入されてアークエンジェル攻撃に参加するのですが。でも、バスターは砂漠地帯に対応していなかったんだよね。ですから、結果としてバスターはレセプス環状でビームを撃つだけの砲台扱いだったのです。それでついにディアッカが痺れを切らせて、長く続く戦いにイライラした彼はアークエンジェルに痺れを切らしまして、超高いインパルス長距離射程狙撃ライフルを撃ったのですが、アークエンジェルの足かせとなっていた施設を吹き飛ばしてしまったんだよね。それが原因で一気に形勢逆転をしまして、バルトフェルド対敗北の原因を作る大失態を演じてしまいましたから。本当に大失態だったよね。その後もバスターは執拗にアークエンジェルを追撃し続けるのですが、グールに乗り飛行能力を得たバスターはですね、四方八方からビームの矢を射かけたのですね。そしてオーブ近海での戦闘ではアークエンジェルのエンジンに命中弾を与えて、海へ墜落させる活躍を見せました。武装はほんと砲撃に特化されていて、220mm 計6連装ミサイルポッドはバスターの白兵戦能力の低さをカバーするために搭載された武装でして、発射した際には後方へ退避する運用を想定しているのですが、これはかなりすごくて、メビウスを一撃で撃破できる威力を持っている。あとはこちらに関してはですね、拠点爆撃や対艦攻撃、対ミサイル迎撃にも用いることも可能なのです。多用途だよね。用途に応じて煙幕や放電ガス弾なども装填可能なところがいいですよね。ちなみに 220mm 口径のミサイルは地球連合においては航空機等に多く用いられる規格品であるということらしいですよ。続いてさらにすごい武装なのですが、大装甲三段砲ですね。こちらはバスターに装備された2機の砲が前後を組み替えて連結することで、収束火線ライフルガンランチャー用のサブ出力を直結させてですね、より威力を高めた砲撃を行えるようになっているんですよ。デメリットは？威力は高くて一発で形勢を変えることすら可能なのですが、砲身への負荷が大きくてですね、連射が効かないという欠点があるのです。確かにそこは痛いね。良いところも当然ありまして、ガンランチャーを前に収束火線ライフルを後に連結した広域制圧モードは大装甲三段砲となり、密集した敵や高速移動する機体に対して効果を発揮することが可能なのですよ。霊夢さんいかがでしたか？バスターって近づかれたら終わりだとか色々言われたりもするけど、やっぱり魅力的なんだよね。ですね、ある種特化されていることへのかっこよさとか、あとは砲撃の威力とかですね。あとはやっぱり、あの独特のフォルムデザインが最高に引きつけるよね。はい、今回はバスターガンダムについてお話ししてきました。動画を見て何か感じたことがあればコメント欄に書いてくださいね。それでは霊夢さん、そろそろ終わりましょうか。はーい。視聴者の皆様、動画を気に入った方はチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。